書き染めをする人、書き染め展覧会で展示中の、小学生の手になる優秀な書き染め作品、書き染め、書き染め、書き染めとは、日本の年中行事の一つで、新年になって、初めて毛筆で、字や絵を書くことを指す。同義語として、死号、死筆、死筆、詩詩筆師、筆始め、士官、未面、死絵、未張る、死子が、類義語として、初すり、吉書、はめ、 吉署はじめ、吉署がある。旧暦時代には、当時の正月二日すなわち、旧暦の一月二日に行われた。新暦導入以降現在は、通常、新暦の一月二日に行われる。若水で墨をすり、絵法に向かって、鹿を描く習慣があった。描く鹿は、朝青殿裏春秋夫婦老門前日、月土という漢詩がよく用いられた。もともとは、 宮中で行われていた儀式であったが、江戸時代以降は庶民にも広まった。なお、書き初めという語の書室は、江戸時代前期の京都の俳人、野々口隆保が表した俳海論書、花ひくさにおいてである。書き初めで書いたものは、詐欺帳で燃やし、その炎が高く上がると字が上達すると言われている。季語としては、この行為及び行事を書き初めと記すが、書き初めも誤りとはしない。 新年の季語で、分類は人事。古季語としては、死語、死筆、死筆、筆師、筆始め、死官、未免、死刑、見春、る、古、古風な表現である吉書、はじめ、吉書始めと、吉書始めで生まれた書より転じて、書き初めで生まれた書をも意味するようになった、吉書がある。なお、新年になって初めて硯を使うこと、 また、そのようにして作った墨で字を書くことを指す。初すずりは、書き初めの関連記号、ともこ記号ともされる。全国書社書道、教育振興会全国学生書き初め展覧会1986年1月開催の第1回より、今年で35回目を数える。文字を正しく整えて読みやすく丁寧に書くことを大切にする心情を育て、日本の新年を祝う。 管理行事と文字文化振興発展に寄与することを目的としている。学校教育の観点により、皇室の部と盲筆の部を設けており、両部門合わせて10本の文部科学大臣賞を科付。前回は、皇室の部4188点、盲筆の部は5963点の応募があった。ありがとうございます。